新しい仲間を迎えるんだよ。じゃあ羊、うん、買っちゃうよ。モフモフで可愛いな。チョキチョキチョキ切れてる。あ、ショーンは刈り取るには若すぎます。あーやーやー、チーズも卵もやっぱ早いね。早い、できるの。1日で何回もできるね。冬27日目、土曜日。はい、じゃあちょっと今日は、うん、精霊たちのご機嫌はどうでしょうか。明日は晴れた一日、精霊たちはん、とてもご機嫌。これは釣りとかしてもあかんパターンか。あー、やだねやだね。でもじゃあ今デラックス家畜小屋完成してる。あ、完成してるよ。完成してる。デラックス家畜小屋がついに完成だ。ちょっとやった。じゃあその他諸々回収してチーズだ。前回作ったチーズブレスに牛乳もセットして、もう一回。おー、デラックス家畜小屋ができてるということは、中を見てみよう。ぶわーうわー、でっかひろやけど3匹しかいひんっていう。あれ、でもあ、これ自動で置かれてんの、ひょっとして。そうだ、置いた覚えないもんね。これ自動で置かれてんやわ。自動だ自動だ。そうだったそうだった、すごいすごい。ラックチーン。あ、いや、牛乳牛乳。あ、そうだそうだ。牛乳牛乳。デラックス家畜小屋見たら、うん、満足しちゃった。はい、牛乳ね。はいはい。はい、これもね、貴重なね。そう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 。になりますからね。いいですよ。いやー、こうなったらちょっと動物も増やしたいですね。あ、じゃあお金結構あるから、うん、動物買いに行く？今日は買いに行ってみますか。そうしようそうしよう。あ、うん、こっちなんか食べたるぞ。ちょぼく見えちゃった。じゃあこの鳥小屋もさ、うん、大きくせえへん。そうしようか、うん、でも動物を飼おう先にね。そうやね、うん、まあ、チーズプレスができるようになったから、うんうん、ね、お金もすぐ貯まると思います。ひょっとしてこっちもさ、大きくしたら自動で置かれんの、うん、さ。あー、そうじゃない。そうやんな、うん、デラックス家畜小屋が草自動置きないから、うん、しないね、うんうん、し、いっぱい集めといた甲斐があったね。あったね。これなで、ちょっと貴重な卵。よし。あ、今日コウモリはどうなってんやろ。コウモリ見に行こう、侍に乗って。うん、26日目は、うん、なかったと。あ、あった。あった。これ何？あ、これもだ。おお。おお。あ、ダメダメダメ。2つあったぞ。あ、これ久しぶりにジャムとかにできるんじゃない？うん、あ、できるかも。OK。できた。あ、入れられへん。じゃあ納品やね。じゃあチーズも。あ、ああ。あ、ダメダメ。じゃあマーニーおばさんのところに行ってみようか。うん、行ってみよう。マーニーおばさん、たまにふらーっとどっか行っちゃうからね。そうだよ。あと高品質のスプリンクラーもね。ああ、作らなね。作ってみよう。春に備えてね。うん、春に備えて高品質スプリンクラーを。いるかな、マーニーおばさん。いた。いた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 。9000ゴールドで何が買える？お、羊がいるよ。お、8000だって。高けーわ。豚は豚は？え？豚16000って書いてる？マジで？怖っ。豚16000。うん、どうする。でも羊、羊飼おう。羊飼う。羊飼おう。だってでもチーズプレス作ったんだよ。いや、羊いたら可愛いやん。ねえ、8000だよ。もっと牛乳取って稼げばいいんだよ。新しい仲間を迎えるんだよ。じゃあ羊、うん、買っちゃうよ。モフモフで可愛いな。羊のなんか毛が取れるからね。あ、そうやね。バンドルに入れられる。神、これにしよう。え、神ってなんかあの いたよ。え、いたんや。鶏に。あ、だから、そっか。羊のショーンでいいんじゃない。ショーンね。ショーン。ショーン。OK。ショーンはすぐに新しいお家に送っていくね。でもこれは大ハサミがいるって書いてたよ。え、じゃあ買える？うん、買えるやん。買っとくよ。うん、買おう。だって羊の毛刈らないとね。ね。OK。よし。いいね。羊の毛も刈れるんや。おう。ミサルフルーツ。
ね、なんかいいやん、牧場らしくなってきたね。いいじゃんいいじゃん。じゃあちょっとここまで来たんで、うん、片息を取ってきます。 OK です。ニョロニョロが、まずこいつらを倒して、いや、うん、ミックス2つしか取れないっていうのもなんかね。そうやね、なんだかな、ヒイラギ敵が多いぞ。さすが精霊たちのね、機嫌が悪い日だね。全然チェスト使ってねえな。まあまあまあ、ここで万が一な。うん、万が一チェストだね。うん、荷物がいっぱいになった時用のね。うん、よし、じゃあ羊の様子でも見に行こうか。そうしよう、うん、早速枯れるかな。ねえ、早速大ハサミで毛を直近してやる、うん、バリーって。めちゃめちゃちっちゃいんじゃない。でもちっちゃいかな、うん、まだ枯れませんって感じかな。あー、いや、いや、もうふんふんやな。うん、このハサミは、よし、チョキチョキチョキ切れてる。あ、ショーンは刈り取るには若すぎます。あー、いやー、刈りました。あ、でも、あー、1ヶ月の赤ん坊だって。あー、いや、でも結構もふもふやで。かわいいね。うん、いいね、羊を迎え入れたね、うん、もふもふだね、本当に、うん、枯れそうなもんだけど、ね、枯れるよ、これ、うん、絶対枯れるよ。なかなか強引やな。あ、できてるできてる、まさかできてるじゃんよ。じゃあ、また入れとこうね、うん、あ、違うよ、それは卵の方やね。卵、あ、卵は全部入れちゃったのか。チーズも卵もやっぱ早いね。早い、できるの。一日で何回もできるね、これの、この調子じゃまた、うんうん、夜にもできるね。ほんまやね。うん、あ、餌買いにかな。え、あ、そうだ、前回ね。でもこれ、おじさんがこれで餌450ゴールドで餌買えるやろ。買える買える。うん、一つ5ゴールドだから、うん、買えるね。うん、カニカゴ見に行くのにね。うん、ついでにね。うん、またみんな酒場に行くよ。あ、あ、危ない危ない危ない。え、見られてるで。なんもない、ないな、今日は不機嫌だからな。ほんまやね。蝶々は家に帰ったかな。よし、帰った帰った。ない、何もない。あれ、釣りしてある。またおじさん。エサじゃないの。ほんとだよ、カニカゴだけとりあえず見に行こう。そうしようか。うん、エサって、そっか、あの、あ、じゃあちょっとだけ鉱山に入って。そうやね。うん、あの、虫の肉取ってこよう。で、エサ作ろうか。うん、今日は種がよく取れるぞ、ニョロニョロから。春に向けてだね。植えろってことだね。ほんとだね。だって次の日、明日、うん、28日で冬終わるじゃね。ほんまや。なんかすごい長く感じたんだけど。ほんと、来るね。うん、春に向けてだね。ミックスシード。あの、春の、うん、あれ、春のバンドルはもう埋めたんやったっけ。確か埋めたんじゃなかったかな。そうか。うん。多分ね。埋めたんやったらもういった。多分ね。虫の肉落とすのは30、どのぐらいだったっけ ?30 回ぐらいかな。まあ、とりあえずあの虫がいればいいんやからね。そうだね。青くてね、飛んでるやつだよ。うん、うーんって。あ、こいつこいつ。もう早速いたよ。早速やん。あれ、落とさなかったぞ。あ、そういう時もあるんだ。こいつやだな。いやー、なんだこの地形は。何もない。ないね。うん。あの虫もいない。うん。階段、ないよね。よかったよね。うん、ない。もうこっから探すの。あ、あった。あ、いっぱいいる。これか。ほらほらほら。おしゃ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 。うわー。ああ。あれ？しかも階段出てる。ほんまや。やった！もらえた。これで多分、1個で10個ぐらい作れない？そんなに作れたっけ？あ、落とさない。結構、
欲しい時に落としおらへんよね。本当だね。ん？こいつか。ああ。の下は何もないね。ちょっと行ってみよう。うん。うんふん。いや、さっきの回すごかったね。いっぱいいたね。うん。うわあ、いた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 。ほら。いたいたいた。奥にいた。今日は鉱石がやっぱないね。ないね。精霊たちの機嫌が悪いから。すこぶるないね。ねえ。落としてくれ。よし。よし。これでだいぶできるんじゃない？かな、うち、カニカゴ多いからな。まあ、いいか。うん。これでじゃあ向かおうか。そうしよう。もう10時だもん。うん。うん。行こう。食って、うん。戻れるかな。大丈夫、大丈夫。でももうすぐ11時やで。大丈夫、大丈夫。乗りながら作れたらいいんだけどね。ああ。でや、でやー。何時から倒れて気絶するんやったっけ？ 12 時、いや、1時ぐらいじゃなかったかな。さあ、作ろう、作ろう。でや。あ、15個作れた。おお。まあ、なんとかつなげれそうやね、これで。うん、早ちゃんと入ってる？入りました。じゃあ脱出だ。でや、納品しひん買ったら、でや、うん、次の日の餌も買えへんからな。本当だ。いや、餌は買えるか。ススが出た。やばいやばい、早く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 。でやでや、納品中は、うん、大丈夫、時間止まるね。わー、向こうも入れたいところ。うわ、もうやめとこう、うん、あれはやばい。納品中止まってなさそう。マジで早く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 ゆっくりゆっくりやってる場合じゃないって。こんなもんですね。よし、行こう。よし、まだいけんじゃね。大丈夫やってる、これぐらいしとこう、はい、すっごいギリギリを狙う人。おやすみ。いくらだ。ほー、ほほー、さすが加工品。加工品すげー。うわ、チーズやっべー。すげえ。チーズ1200ゴールドってすげえ。これもなんかすごいけど今回。ああ、クリスタルフルーツって結構お金になるんだね。なるやね。うん。ということでした。はい。おやすみなさい。